それでも絶対に勝つんだ。来い、シャークザディープ。何、ゴール！なんと熱いゴールシーンでしょうか。日本が逆転ゴールを決めました。 ここで試合終了。激闘の末、日本の勝利が決まりました。どちらが勝ってもおかしくないいい試合でしたね。このままじゃ勝てない。それってどういうことですか。どういうことも何も、言葉の通り、 今の日本じゃイタリアには勝てないということです。イタリア代表ガーディアンズ・オブ・クイーンはその名の通り、女王を守護する者たちで構成されたチームなんです。彼らが絶対の服従を持って守っている女王さんの名前はイリーナ。これが怖い人でしてね。怖いって。その女王さんこそがオリオンの闇を生み出した張本人、 オリオンの真の支配者なんです。厄介なことに、女王さんはとっても意識高い系女子でしてね。気に入らないものは徹底的に排除、排除、排除。かという私も排除された。ネズミの一匹なんです。それが10年前、親分がオリオンの悪事を暴こうとして逆にサッカー界から追放された事件というわけです。 イリーナ、ベルナルド・ギリカナンのさらに後ろに、そんな黒幕がいたとは。まあ彼女にとって私との因縁なんて、餃子を蒸すか焼くかくらいどうでもいいことなんでしょうけどね。え、親分、餃子は茹でるの一択でしょ。私のベストは焼きですよ。っていうか監督、やっぱいろいろ知ってたんじゃねえか。え、そうですよ。 今までさんざんすっとぼけてたくせに。私すっとぼけてましたか。ああ、ちょっとそのあたりの記憶が。めちゃくちゃすっとぼけてる。まあまあそれよりも、今話した通り、我々のサッカーを守るために倒すべき本当の敵はその怖い女王さん、イリーナなのですよ。イタリアはそのイリーナ直属のチーム、それが一筋縄ではいかない理由ですね。で、 どうすりゃいいんだ。今の俺たちは勝てねえんだろ。ね。お、そうか。何か方法があるんですね。ラストリゾートです。イタリアの恐ろしいところは、日本を潰すためにカスタマイズされたチームだということ。おそらく今までのこっちのデータは完璧に分析され研究し尽くされているでしょう。 次のイタリア戦、ラストリゾートをぶちかますことができたら道はひらけるでしょう。あの技は分析されたところでどうにもできないでしょうからね。ゴエンジさんはラストリゾートを一人で完成させた。だったら俺だってラストリゾートを受け継ぐことができるのは俺だけだ。あの時、ラストリゾート。 野坂さんたちのラストリゾートには何かが足りない。一体何が足りないんだ。くそ。
なんで撃てれんだよ! 風丸さん! はい。新しい皇帝ペンギン2号の特訓だね。 お前ら何下手ってんだ! 立てよら! もう一回やるぞ! だってさ… ああ! サッカーを愛する皆さん、お待たせしました。FFI世界大会準決勝、日本対イタリアの試合がいよいよ始まろうとしています。いいか、みんな。みんなも知っている通り、ラストリゾートは完成しなかった。おいおい、そんなはっきりと言っちゃって。けど大丈夫だ。俺たちは負けない。 どんなにオリオンが手強くても、俺たちのサッカーでこの試合絶対に勝ちましょう。フランス戦は突然の不戦勝、2回戦は強豪ブラジルに快挙を成した日本に対し、順調に駒を進めてきたイタリア、どちらも勢いを感じますね。王将さん、そうですね、日本イタリアともにきっちり今日の試合に合わせてきているはずです。さあ、両チームのスターティングメンバーが揃いました。 ガーディアンズ・オブ・クイーン、唯一無二の女王に絶対忠実な守護者たちですが、彼らが仕えているのはクイーンではなく英国非情な魔女。これは手強いですよ。イタリアのゴールキーパーも女の子だ。負けない。 明日のゴールキーパーはノリカ君でいきます。え、私？西影君の手はまだ治ってないですし、新しく参加したノリカさんのデータの方がイタリア側は分析しきれてないはずですから。頑張れノリカ。みんなの期待に応えるんだ。 日本対イタリア、今キックオフです。 なんだ今の。ぼーっとしてんじゃねえぞ日本。ぶちかましてやるよキャプテン。来るぞ。
けない。早すぎる。あのスピードに全員ついていけるのか。アンバランスピサラ。開始早々決めました。イタリア。想像以上だな。あの身体能力、どれほどの練習を積んできたのか。野坂見せてやるぜ俺の。なんだよ、あいつら！今だ！スピニングフェイス！カデバルさん！落ち着け、灰崎。ああ、フィールドの悪魔をそろそろ起こしてもらうぞ。風丸さん、合わせてやるぜ、完璧にな。コーデーペンギン2号フィーチャリングシャーク。完成させてたのか。止めてくれガブリエラ。真実の大口。すごい。日本新技で挑むも、イタリアキャプテンペトロニオの好プレーに見事阻まれた。野坂さん、これは。ああ やはり正義を捧げなければいけないのでしょうか。あーっと、ここで突然のゲリラ豪雨。これは激しい。試合は一時中断です。イナズマイレブン。
作戦がある。イタリアチームがつけているサポーター、おそらくあれが手足の筋肉に作用し、彼らの身体能力を限界以上に引き出していると考えられる。あのサポーターはオリオンから支給されたものでしょうね。じゃああいつら最初からずっとあのサポーターで反則してたってこと？でも、その強力なサポーターをイタリアも制御しきれてはいません。僕たちはそこを利用させてもらう。スピードとパワーがある分、接触した際のダメージは相当なものになる。僕たちは彼らを挑発するプレーをし、彼ら同士を衝突させるんだ。なるほど、自滅を狙うんだ。そうやってイタリアの動き自体を止める他に方法はありません。そうでもしないとこの状況は変わらないか。あんなめちゃくちゃな道具を使われたんじゃ試合にならないしな。そうですね、俺も賛成です。俺は反対だ。忘れたのかみんな、俺たちは正面から戦うって決めただろ。敵がどんなに卑怯な手を使っても俺たちが卑怯になっていい理由にはならない。こちらが卑怯な手を使うというわけじゃない。自分たちがどんなにひどいサッカーをしているか身をもって感じてもらうだけだ。だからって選手を危険な目に遭わせるやり方はダメだ。だったら他に方法が。それは野坂さんたちの作戦を使わずにどうやってイタリアに勝てると言うんだ。そんな作戦絶対に嫌だ。俺たちがここまで勝ってこられたのは俺たちのサッカーをしたからだろう。今オリオンと同じような手を使ったら、それは今までの俺たちのサッカー全部を否定することになるんだ。アスト君、分かったよ。さっきの作戦は忘れてくれ。少し弱気になっていたのかもね。野坂さん、アスト君が言う通り、僕たちは真っ向から戦おう。だな。みんな。さあ。試合再開だ。分かっているんでしょう。あのサポーターが暴走すれば選手たちの体は破壊される。すぐに使用をやめさせるべきです。新庄、オリオンの転覆を狙いベルナルドをたぶらかすオリオンの裏切り者。イリーナ様、
あなたの力はもう通用しない。私はすでに氷を。十分使えるじゃないの、これ。あなたのおかげでよくわかったわ。使用をやめさせる理由なんてないってね。稲妻イレブン今日の格言。敵がどんなに卑怯な手を使っても、俺たちが卑怯になっていい理由にはならない。以上。